キング、リンチェプリンスヒーローの様子のおスノーマンめぐろ互いの呼び方が話題 M で約束、かわすまたミよう、ねね。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。キング、リンチェとスノースノーマン19日放送のテレビ朝日系ミュージックステーション2時間スペシャル夜8時からに出演出演。 平野紫仕様とメグロハスの呼び方が話題となっている。菱形平野の仕様はメグロハス、呼び方が話題。キング、リンチェの第一印象を聞かれたメグロメグロ。神宮寺勇太とは同期だそうで、入所してすぐ前で歌って踊っててすごいなというイメージですね、と明かし、一方平野については、仕様ちゃんの主演舞台に出させていただいたとき、仕様ちゃんの楽屋で布団で寝てて、 気づいたら仲良くなったイメージです。と笑顔で平野の方を見た。それを聞いた平野は一個先輩なんですけど、年は同じで、めぐちゃん、めぐろ、地に行って星を見たりとか、ロマンチックな過ごし方をした、と振り返ると、また見ようね、とめぐろ。平野も、見ようね、と約束していた。このやりとりにファンから呼び方に注目が。 うちゃんめぐちゃんって呼び合ってるんだエピソードも可愛いけど呼び方が可愛い平野くん今もめぐちゃんって言ってるなどのコメントが寄せられている。モデルプリス編集部。情報。テレビ朝日。ノットスポンソード記事。平野志耀さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。 圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。